日本トーター株式会社は、公営競技の運営やトータリゼータシステム及び投票権発券機の製造を主な業務とする企業である。本社は東京都品川区東品川に所在。協定の梅の親、笹川良一の子である笹川隆氏が設立に関わった経緯から、多くの協定上においてトータリゼータシステムの導入、管理に携わってきた。 その実績から協定場だけでなく、現在約半数の公営競技場で同社の製品が使用されるに至っている。また、総合運営と呼ばれる包括的民間委託を、浜松オートレース場、豊橋競輪場等にて実施している。2007年度より、西武園競輪場、大宮競輪場、青森競輪場の各競輪場やサテライト、 大阪などの競輪場外車券売り場においても、同社が包括的民間委託を行うことになった。近年は、公営競技場の総合運営の比重も強め、業種を製造業からサービス業に変更している。投票券と発券機の特徴として、投票においては、マークカードを使用しないで投票できる直訓、キャッシュレスで投票できる。 e ースマートクラブなど他社では見られない製品も多い。また、システムにおいても、協定の関東地区総合払い戻しサービスや関西地区総合払い戻しサービス、大津美和子競輪場と美和子協定場の総合払い戻しなどを手掛けている。なお、同社ブランドの端末やシステムは、包括的業務提携先である NEC が OEM によって生産を受託し、同社に供給され、 各場に納入されている。公営競技に特化しており、システムの導入実績が豊富で信頼性が高いことから、多くの公営競技場に採用されている。三連勝短式等の進化形式導入の際に、実績のある同社の製品を採用した箇所が多い。しかしその後、包括的民間委託を開始するにあたって、小倉競輪場では、同社が提案コンペティションに敗れ、 結果として、他社制へ切り替わった。逆に、産業オートレース場のように包括的民間委託のコンペティションに勝利し、他社制から同社に切り替える箇所もある。ABC 日本トーター株式会社第38期決算、広告 ABC 日本トーター株式会社第39期決算広告2021年度より、トータリゼータエンジニアリング株式会社に変更。 関西地区では、琵琶湖協定場とボートピア京都や渡草五間での払い戻しなどを行っている。ありがとうございます。